はい、それでは第9回全日本横笛コンクール抽選会をこれから行います。抽選の決め方なんですけども、演奏順番の決め方、各クラスごとに出場者名を Excel 上で10回シャッフルいたします。こんな感じでテロテロテロっていきます。はい、それでは参ります。まずはエントリークラスから参ります。ここからは、ノーカットで、録画ですけどもノーカットでお送りしていきます。よろしくお願いします。エントリークラス、キャリア満6年未満または中学生以下の部でございます。はい、出場者、現状は、この順番になっておりますけども、ここから、10回、シャッフルをいたします。そして10回目で、決まったのが、実際の、順番としたいと思います。それでは参ります。8、9。はい、決定いたしました。1番荒関さん、2番夏さん、3番マリアさん、4番木村さん、5番鈴木さん、6番志らくさん、7番福士さん、8番八木さん、9番三浦さん、10番加藤さん、11番坪内さん、12番大空さん、13番玉田さん、14番北田さん、15番林さん、16番菊池さん、17番武井さん、18番腰越さん、19番鈴丸さん、20番小川さんと、なります。読み間違いあったら申し訳ございません。でもこの、書いているままとなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんももう少しこちら眺めておいてくださいね。はい、ありがとうございます。では続いて一般クラスに移ります。続いて一般クラス、オープン参加エントリークラスに該当する方も参加可能。ここでチャンピオン、日本一の奏者が決まるという、クラスでございます。現状この、順番となっておりますが、ここから10回シャッフルいたします。それでは参ります。準備は、心の準備も皆さんよろしいでしょうか。3、4、5、6、7、8、9。はい、決定いたしました。1番マイケルさん、2番星名さん、3番吉野さん、4番山内さん、5番田中さん、6番倉田さん、7番平野さん、8番加藤さん、9番足見さん、10番コンさん、11番新井さん、12番中島さん、13番稲垣さん、14番土屋さん、15番平田さん、16番綾音さん、17番渋谷さん、18番柏永さん、19番原さん、20番松村さん、21番釜谷さん、22番石井さん、23番リコさん、24番小田薙さん、25番熊谷さん、26番田上さん、27番鈴木さん、28番百瀬さん、29番原田さん、30番小沼さんの順番となりました。皆さんご確認のほどよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
はい、それでは、続いて、今年はオンライン投票が熱いということで、少しご紹介させていただきます。あなたの一票が決勝、一般クラス決勝進出者を決める、なんて読むのが下手くそなんだ、すいません。はい、一般クラス予選で視聴者投票を今年、開催いたします。昨年もちょっとやったんですけども、今年はもう少し大々的に行おうと思っております。オンライン視聴者投票で1位の方は、無条件で決勝に進出します。審査員が選ぶ10名の他に、オンライン視聴者投票1位の方、全部で11組で、争うということに、日本一を争うということになります。オンラインの視聴方法は後ほどご案内いたしますね。開催日程、6月22日土曜日、エントリークラス6年未満の部は10時から、一般クラスオープンの部は13時から予選が行われます。エントリークラスはこれが本戦となります。これは一般観客は入れません。オンライン観戦のみとなります。出場者のお友達とかは事前に行っていただければ、ご入場できますけども、それ以外の方は一応ご入場できないという形で、その分オンラインで観戦ができます。その一般クラスの予選の、部分で皆さんの視聴者投票ができるということです。はい、視聴方法いきますね。先にごめんなさい、順番間違えました。自分間違えました。はい、開催日程23日、翌23日は、一般クラス決勝、1時半から、スタートです。会場は13時からとなっておりますけども、その前の時間からでも、笛屋さんの、笛さん来られてますので、試し吹き、ご購入などができます。これはオンラインでの、視聴もできますし、会場で生観戦もできます。はい、じゃあ続いて、オンラインの視聴方法です。全日本横笛コンクールチケットサイトより購入ができます。出場全組の、演奏、予選も、決勝も両方見ることができます。コンクール終了も、何度でも視聴できます。とてもお得だと思います。購入先は、この動画の説明欄にURL を貼り付けてますので、そちらから、お入りください。下の方にある、こういう、チケット販売サイトにたどり着きますので、よろしくお願いいたします。続いて、決勝観覧チケット、会場で白熱の演奏を皆さん観戦することができます。本当手に汗握ります。これも全日本横笛コンクールチケットサイトより購入ができます。23日日曜日13時に、会場13時半より開演いたします。購入先はこの動画の説明欄に、また URL を貼り付けてますので、そちらからご確認ください。この小窓にあるような形で、販売サイトがございます。会場は弘前市、青森県弘前市、にあります弘前市民文化交流館ホール、ヒロロの4階となります。ぜひお越しください。それでは皆さん、健闘をお祈りしております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。